んですけど、ずっとまあディレクターやってくれてた人がちょっとご不幸があってね、はい、この間忍ぶ会がありましたよね。でその時に工藤官九郎君にお会いしたんですよ。で、ああどうも初めてですよね。いや紅白の時はごめんね、私いつも忘れる。そろそろあかんかい。